はい、どうも閉店くんです。閉店くんツアー in 大阪ということで、ね、本日はのぶたグループさん 1,2,3 5店舗回っちゃおうということで、4店舗目こちら大阪市東成区にあります 1,2,3 緑橋店さんに来てます。ということで、ね、前回ようやくねドリンクの効き目が出始めて、勝ちましたね、今1勝2敗という成績になっております。ここでね勝ってイーブンに持ってってね、最後のお店でねこう勝ち越せるか勝ち越せないかねみたいな感じのね、いいとこに持ってきたいね。ここは何としても勝ちたいと思います。ということでね、そうだ、この回からね動画を見てる方のために簡単に、閉店くんツアーの番組説明をさせていただきます。閉店くんが10分間の実践で負けてしまうと、なんと罰ゲームが待っております。よっしゃー、サイコロ振って1が出ると行くぜよ、2が出ると気合一発、3が出ると仁王立ち、4が出るとスピードファイヤー、5が出るとビンビン液、6が出ると絶輪ゴールド、以上となっております。ということで、ね、こちらですね、ドリンクの商品名でございますまあもうね予報要領的にねもう1本以上飲んでるんでね、もう残りは飲まないために頑張っていきたいと思うんで、早速行ってみたいと思います。えい、入店入店、やってきました1,2,3緑橋店さん。早速店内のデータ見に行きましょう。すごい、こちらのお店も結構の台数でございます。まあね、この勝負大体10分しかないんでね、ということでね、こちらも戦国バチロ花のケージがねもう設置済みでございます。まあね、解禁日は、11月の5日となってるんですけどね。お、セイントセイヤすごいね、セイントセイヤ秋台が1台、これはちょっとゲーム数的にちょっと出てないかな。信頼の筋肉マン、そして先ほど打ちましたね、マクロスフランティアもあります。まあさっきマクロス打ったから今度は違うのでね、2027リバイス、信頼は満台、なるほど。1233はジャグラー強いね。すごい、あ、どうもありがとうございます。本当ジャグラー強いわ。いやー、これ以上予報要領を崩すわけにいかないから、やっぱちょっとノーマルタイプもう一回ちょっとミラクルマリンなんかどうかな。まあね、あまり機種を被らせたくないっていうのと、皆さんお上手でガッチリ掴んでるということで、ミラクルマリンでいきたいと思います。どっちにしようかな、こんぐらいじゃ分かんないもんね正直。こいつ行こう。理由は直感大丈夫、行くぜよパワーで頑張りたいと思います。えい、はい、4店舗目、こちら1,2,3緑橋店で、閉店が選んだ台は、サイオンさんのパチスロ海物語ミラクルマリンということでね。それでは早速運命の10分間スタート、お座り一発チャンス。あー、やばい、変えてこうね、マンボーモード。おお、マンボールーレット追加だよ。え、これが追加だ。弱いね、弱いかな。レッツマンボール
っと早かった。あ、炎だよ炎。狙っちゃっていいですか。狙っちゃいます。だって、お、燃えてる。泡が弱い。ダメでした。残念。なんでもないね。お、はい、ジャグですね。ビビッと。お、ですね。なんでもないね。50枚目。あー残念。追加投資なんと5分近く持ちましたよ。ですね。ですね。やばいよ。追加投資だ。追加投資やばい。数ゲームで出した。レッツマンボー。お、なんだこれ。お、レッツマンボー。タム。あー、ダメか。ダメだった。あー、ベルか。1分切りました。ですね。やばい、9秒。あー、ゼロ。あ、お、終わっちゃった。あー、異常テンパった。あはは、危ない。じゃじゃら、22枚。今回の結果22枚。えいえい。はい、実戦終了。いくぜよ。今回のヘデングが選んだ台は、サヨンさんのミラクルマリンを落ちまして、投資枚数が150枚の使い切れなかったコインが22枚ということで、マイナス128枚です。胸。いやね、いきなり見せ場が、レッツマンボウって来たんですけどね、レッツしなかったね。マンボウ、キュインキュインしなかったです。ということで、まあ最後にももう一回来たけど、ダメだったね。ということで、ヘデング負けてしまいました。ということでね、今回撮影に協力していただいた123緑橋店参戦でをちょっとだけ、まあね、もう話題の新台はもうバンバン導入するということで、ね、まあね、もう店内入った時にあの外コーナー花のケージね、11月5日導入なのにね、もう2週間前のね、もうすでにもうね設置してね、もうお客さんにお披露目してるということで、ね、もうね、こう話題の新台はね、もうバンバン入れてるんでね、もうパチンコスロット問わずバンバン入れてるんでね、話題の新台が打ちたい方はね、ぜひね、PR とまたはメール会員になってね、情報をゲットして、こちら、123緑橋店さんに来ちゃってください。ということで、閉店くんは負けたので、罰ゲームです。えいえい。それでは早速、運命のサイコロ、振っていきたいと思います。じゃあ、行きます。容量は1日1本まで。でん5番ビンビン液。えい、聖戦ビンビン液。じゃあビンビンいきたいと思います。うんうんうんって感じですね。